皆さん本当に選挙も最終盤になった今日、こうして午後のお忙しい時間に大勢の皆さんにこうして励ましていただける本当に幸せです。心からお礼申し上げます。ありがとうございます。選挙戦ずっと回ってまいりました。とにかく私が皆さんに申し上げたいのは、京都は新しい時代を迎えている。この時代を本当に皆さんと共に実りある希望のあるものにしていきたい。府内を一巡してまいりました。ようやく基盤整備が整い、多くの明るい希望が生まれ始めています。そして今も満開の桜の中、京都には本当に大勢の人が京都の魅力を求めて集まってきております。今日は八幡の市内を回ってまいりましたけれども、すばり桜満開の中に何万人という人が列を出してこられております。京都には力があります。京都には素晴らしい未来があります。私たちにはものづくりの力、そして大学の力、伝統産業の力、京都の未来を明るくする力、そしてそれをつなぐ交流網が着実に出来上がっております。私たちは今時代の変わり目にあって、この36年かけて林田区政、荒牧区政、そして私の12年間で築き上げてきた多くの京都の力というものを未来の力へと変えていかなければなりません。今この力を持って京都は前進をしていきます。和食の力、文化財の力、そして大学学術の力、一つ一つが未来に向かって私たちに対して呼びかけております。和食の力はこれから時代にあって京都の魅力を増していきます。それだけではなく、京都の素晴らしい農林水産業の恵みを引き立たせ、清水焼や京焼のこれからの未来を切り開き、お酒やお茶のさらなる発展につながる、そしてそれを求めて京都へ大勢の皆さんが来られる、料理や飲食店がにぎわい、さらにその力を持って未来に向かっての力が花開く。先日国際戦略特区が指定されました。京都の中小企業の力、どこにも負けない力、大学の学問の力、合わせて日本のモデルとなるこれからの未来を切り開いていく力になります。大学の力、和光度が集まり回っていくと、多くの学校大学が新入学の入学式の中で和光度が溢れていました。すべてが京都の力です。京都の未来です。この未来を止めてはなりません。この未来を消してはなりません。皆さんと共に多くの交流を生み出し、京都の力を生み出して未来に向かってまっすぐ進んでいこうではありませんか。